この業界を目指すきっかけとなったのは、小さい頃から両親が特撮作品、仮面ライダーやスーパー戦隊、ウルトラマンなんかを見て育ったので、自分もヒーローになりたいなと思ってこの業界を目指しました。一番印象的だったのは、授業という名目でいろいろな現場に行かせてもらったことが一番印象的です。今就職して舞台やさまざまな外部の現場などで活躍しております。鈴鹿さん、今自分の勤めているところの社長なんですが、その社長から仕事を振られていろんな現場に行かせていただいております。誠実さと素直さのマインドの部分で、もう一つがスキル、技術力の部分だと実は思います。この職業の限界点の限界点、到達点ですけど、自分はないと思います。自分が望む限りどこまでも高みに行けるし、きついと思っても諦めずに頑張れば自分の限界なんてないと思います。仕事やっていく上で気をつけていくことは、やっぱ一番は礼節、礼儀、挨拶だと思います。そこから何事もコミュニケーションが始まって仕事が始まるので、挨拶と礼儀を大事にしています。今後の夢はいろいろなジャンルのアクションができるような、かつ自分の思い描いている理想図のアクションとやっているアクションの構図が一緒の立石アクションマンになりたいと思っています。何事もトライアンドエラー、何回もチャレンジして失敗で、かつそれを恐れないこと、失敗することを恐れて萎縮してしまうより、何か失敗して後悔した方が次につなげられるので、それを意識しています。諦めずにいろいろとチャレンジしていくのが一番だと思います。失敗してなんかすぐにくじけるんじゃなくて、何回も何回もトライしていくことで一個ずつ壁は乗り越えていくことができますし、どんな不器用な人でも一個ずつ確実にクリアしていけば道は積み重なっていくので、それを諦めずに頑張っていただきたい。